はい、お便りオーディオ陽介さんでございます。お便りオーディオのペガサス田中です。ということで、もうかなりですね、はい、まあ、チラチラと話題になっているということで、はい、今日はですね、デノンの、CD プレイヤー、はい、とアンプを、特集をしたいと思います。はい、はい、いう感じでございまして、こちらですね、これと、はい、これですかね、はい、はい、いう感じでガンメタルのもうちょっと寄った方がいいんじゃないですか、太田君。はい、世界の太田さんですね。世界のカメラワークで運営してます、ね。はい、すごい、グローバルだ。いう感じでございます。はい、これ、モデル名は何という？モデル名がですね、はい、こちら、プリメインアンプが PMA-A110、はい、という名前になってます。ちょっとどこにも持ってないですね。これ110しか書いてないんですけど、まあ、そういう名前が正式名称です。なるほど。こっちの CD プレイヤーが DCD の A110 という名前が正式名称になります。はい、はい、でまあ、110って一体何なんだと、はい、いうことなんですけど、確かに何ですかね、110。はい、はい、まあ、実はデノンが110周年迎えたと。すごいですね。110アニバーサリーで 110A という、はい、A アニバーサリー110、あ、アニバーサリーの A だったんですね。だと思いますけどね。なるほど、そういうことなんですね、はい、なるほどなるほど、じゃあ他なんだって言われると、困るので、困るので、そういうことだと思うんですよね。はい、いう感じでございます、うん、で基本的にですね、2500シリーズっていうのがありますね。それを、まあ、ブラッシュアップというかな、110周年に、合わせてですね、気合を入れ直したモデルということで、そういうことなんですね、聞いておりますけどね。はい、まあ、ちょっと今日資料を用意してますので、はい、こちらですね、はい、ちょっとご紹介をしていきたいなと思います。はい、いいですか。あ、どうぞどうぞ。初めて見ますよ。日本で最も歴史のあるオーディオメーカーと、デノン。まあ、コロンビアの頃から計算してるんでしょうね、これ。ということなんですかね。いうことですね。はい。はい、で、デノンの、2つの源流からということで、日本初の音楽会社、日本コロンビア株式会社と、デノンって言いましたけどね、昔はね。1939年日本初の放送用録音機器メーカー株式会社日本電音機製作所と、これで電音ということですね。電音ですね、はい、いう感じでございます、はい、でまあコロンビアに関してはですね、まあ皆さんも説明不要かもしれないですけど、まあ、1910年に、はい、誕生したということですね。日本初の民生オーディオメーカー蓄音機を作ったという感じでございます、ね、なるほどです。あ、私ちょっとまだ生まれてないですね。ちょっとそうですね、はい、1910年ですからね、はいはい、ちょっと生まれてませんでした。そうですね、はい、すいません。まあ明治もう明治とか大正とかも、はい、そういう感じなんですか。知らんですかね、110年前というと、110年前だからどうなんだろう。平成が30年、昭和が63年なんで93年、大正ぐらいですかね。大正ぐらいですかね、はい、はい、いう感じでございますね、はい、ということで、まあ、玉音放送なんかもですね、この DP17 で録音した。うん、あ、そうなんですね、それは知らなかったです。ということですね、はい、まあ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 、そういう感じで、まあ、デノンの歴史がつらつらと、まあ、これはもうホームページで見てください、はい、はい、載ってますんで、いちいちね、私ごときが読み上げなくても、はい、いう感じで、はい、で、まあ、2020年110周年を、迎えるということですね。DCD-A110 CD プレイヤーと、はい、あとプリミアムアンプですね、はい、PMA-A110、はい、そして、AV アンプ、はい、AVC-A110 と、なるほど、そういうのも出てくるんですね、はい、まあ、お題オーディオは映像が弱いものですから、ちょっと、まあ、今日は紹介しないです、はい、であとは、DLA110 という、カートリッジですね。これは、おそらくですね、あいつを103ですかね、あいつを、はい、そうですね、103をちょっとブラッシュアップしたのかな、見たものっていうことですかね、はい、いう感じでございますね、はい、はい、というサウンドフィロソフィーとかも書いてありますね。ビビッド、鮮やかな鮮明な、まるで目の前にあるような、
スペシアスですか、広々とした広はい、あ、出ました、デノンサウンドマネージャー山内さん、山内さんですね、はい、この人すごい人ですよ、あ、なんか洋介管理によく言われてますよね、 すごい方だって、すごい人ですよ、本当に、うん、うん、この人も本当市長会とかの選挙がやばすぎる、はい、もう我々あのプロの、はい、まあ、よくベタな曲いっぱい書けるじゃないですか、はいはい、プロの人がえそこ書けるかいっていうすごい選曲してます、はい、いう感じで、ちょっと天才の方はやっぱすごいあれなんですかね、やっぱそう攻め攻めですよ、攻めなんですかね、本当に攻め攻めですね、それをあのなんか許してる会社もすごいなと思いますよ、本当にマニアックなんですよ選挙まあいいやで、ですね、はい、次の10年に、つながる技術ということで、いろいろ搭載をしていると、はい、いうことで、AL32 プロセッシングっていう、あ、はい、あの音をまあこう何ですか、こう滑らかにするというか、まあそういう技術がありますけど、それが、ウルトラになったと。あ、ウルトラになったんですね。ウルトラになったってことですね。なるほど。この聞かなきゃ分かんないからね。分かんないですね。で、新しいラックも搭載してますということですね。で、使用パートフルディスクリート化しましたということです。はい、で、AL32 プロセッシングなんですけど、はい、保管処理帯域倍化ということで、はい、による性特性改善と音質向上ということで、はい、まあ、SM が良くなっているんでしょうかね。で、 ね、で、あの保管処理帯域、うん、倍化っていうのはどういうことかっていうと、うん、例えばこうやってっていう波形があるとしたら、それをですね、その何て言うんですか、シミュレーションして5点を打っていくところの距離が、倍化だから倍細かくなってるという、あ、倍細かなるほど、倍細かくなってるとだと思います、はい、いう感じで、まあ、より滑らかにできるという感じですね。倍っていうのは相当すごいですからね。そうですね、クオリティは相当上がってるっていう風で、うん、まあ、文章から読み取れますけどね、はい、そしてウルトラ AL32 プロセッシングなんですけど、はい、まあ、先ほどと同じですよね、保管処理帯域の拡張による、性特性の改善、オーバーサンプリング比を、現行の2倍にすることによって理論上マイナス3デシベルの SNR 改善が期待できるということですね。まあこれ倍って、本当に革命的にこう情報量が違いますから。なるほど、なるほどです。じゃあ全然違うってことですね。これね、だから2500とはもう、物が違うってことなんですね。もう余裕で、はい、違うと思いますね。うん、まあ、中学生と高校生ぐらい違うかな。おー、なるほど、なるほど。うん、いう感じはしますね。なるほどです。はい。まあ、性特性なんかもね、書いてあります。はい。まあ、だいぶ改善はされてるなと。されてるっていうことなんですね。いうことですね。うん、はい。うん。うん、あとですね、DAC の方なんですけど、はいはい、オーバーサンプリング比を、1チャンネルあたり従来より2倍の、1.536MHz で出された信号を半分の、768kHz に分割しました、はい、DAC、PCM1795 をフル活用し、うん、1チャンネルあたり2個使用したということは合計4個ですね。あ、なるほど、4つですか、4つ使ってるんですね、はい、そうですね、合成ですね、ですね、で、ウルトラ AL32 プロセッシングを最大限に生かすと。で、各 DAC 間で、はい、まあ、4つあるので、はい、誤差が生じないようにしなきゃいけないんですけど、まあ、そういう工夫もしてあるということで、まあ、LR のですね、整合性もしっかりこだわっていると、うん、いうことになりますね。で、まあ、4DAC の、並列構成によって出力電流が、4倍になっているということなんですけどね、はい、聴感上のパワーを、獲得しているとい、まあ、うん、どうなんですかね、これでもデメリットも結構ね、ありそうですよね、ありそうな気がするけど、まあ、そこをどうやってまとまっているのかっていうのは、まあ、注目、ね、したいなと
というところですよね、はい、であとは電源のフルディスクリート化、しました。ディスクリートでしかなし得ない低音ノイズ化ですね、はいはい、および、回路保護による悪影響を排除という感じになってますね、はい、であとコンデンサーについてなんですけど、はい、コンデンサーについてはですね、これは結構豪勢ですよ。なんとですね、DCD SX1 リミテッド、 SX1 リミテッドに採用されているコンデンサーを使っています。おお、めちゃくちゃ豪華ですね。めちゃいじってありますね。いじってありますね。はい、だからもう86とかのもう超カスタム。なるほどなるほど、いいですね、はい、86にターボつけちゃったぐらいの勢いですね。そうですね、はい、でオーディオ回路用の高出力アナログトランスは最大出力は DCD2500NE の約5倍になる。5倍、はい、すごいですね。なんでまあパワー感が圧倒的に違うのかなというふうに思います。はい、まあ、フットなんかもね、結構こだわって作ってあるという、なるほどなるほどことですね、はい、確かに足はしっかりしてますね。でこれがあの以上 CD プレイヤーの方ですね、はい、で次アンプなんですけど、はい、新型増幅回路、そして新型電子ボリューム、はい、ウルトラ L32 プロセッシングと、あとはダック回路ですね、いう感じでございます、はい、まあこれもあのちょっと話がかぶってくるので、うん、あれなんですけど、そうですね、目新しいところでいくと、はいはい、ああなるほどなるほど、そうですね、フラットアンプとパワーアンプの2段構成になってます。フラットアンプは、うん、を持たない、固定リトクアンプはボリュームの位置でアンプの動作が変わらないという利点があるが、入力抵抗の熱雑音を常用領域でもフルゲインで増幅するということで。なるほどです。全く分かりません。全く分かんない。全く分からないです。はい。まあ、いう感じ。あの、要は、メカニカル、ボリュームを、まあ、電子化してですね、はいはい、まあ、簡単に言うと、なんか抵抗を減らしたとか、そういう、まあ、そういうことイメージになりますね。はい。なので、この、ボリュームがですね、まあ、2段化してると、ここでゲインコントロールを、エレクトリカルボリュームでやるというふうになっておりますね。なるほど。ということは、メカニカルボリュームがエレクトリカルボリュームになったってことは、はい、前は電子ボリュームじゃなかったってことなんですね。うん、あ、そうです。2500の場合は。あ、なるほど、なるほど。そういうことですね。はい。新しくですね、2500から改良ということになると、はい、SX11、はい、で採用された、はい、作動2段アンプ回路ということで、2500の作動3段アンプと比較して発信に対する安定性が高いため、さまざまなスピーカーシステムで優れた駆動性を実現しているということで、うん、まあ、ちょっと上のモデルの技術も、ふんだんに使ってますよね、ということになりますね。で、あとはですね、はい、このイコライザーですね。あ、このイコもやっぱりついてるんですね。はい、このイコも、はい、改善がなされました。はい。はい、で、これ、資料を見てるんですけど、はい、ちょっともう、私にはもうさっぱりわけがわからない。もうやめます。はい。わかりました。もう音聞いて、うん、そう。わかりました。誰がつ、うん。はい。まあでも、あんま、ね、もう、私の無知がダメなんですけど。いやいうことですね。で、あとはですね、はい、USB ダック回路ですね。これは流行ってますね。はい。で、はい、アナログ回路としっかり、はい、分けて、いるので、他の回路のですね、うん、干渉を、抑えた作りになっているということですね。はい。と、はい、いうことで、はい、もうとっとと聞いてみましょう。そうですね。はい、そうですよね。はい。はい。はい、で、はい、まあ、一応ちょっとフロントパネルだけ確認を、はい、あ、そうですね、したいなと、はい、わかりました。思います。はい。で、これですね、ウルトラ AL32 プロセッシング。まあ、今、オンになってますけど、はい、まあ、せっかくなんで、これで聞いてみましょう。あとは、スーパーオーディオ CD のシグナルが、はい、あります、はい。で、ディスクレイヤーなんですけど、はい、ステレオ
と、マルチと選べますね。はい。で、あとはピュアダイレクトですね。毎回、出てきますけどね。はい。ピュアダイレクトを、オンにした方が、ナチュラルというか、はい、はい。回路が最短でいきますので、ね。はい。で、あとは普通な感じですね。はい。ちょっと、イジェクトしてみましょう。いかがですか、構成的には。いいんじゃないですかね。なるほど。はい。まあいいんじゃないですかね。普通ですね。はい。いう感じ、はい、でもこれめちゃくちゃデザインかっこよくないですか。かっこいいですね。色で持ってかれるわ、これ、めちゃくちゃ綺麗。なんかブラックでもなくてシルバーでもなくて、品のある、本当わびさびのある、ギリギリだよね。ギリギリですね、この色は私大好きですね。ガンメタルっていうのもちょっと陳腐なぐらい美しいですね。綺麗ですね。メタルが強いのかな。で、アンプの方ですね。はい、電源があって、はい。で、アナログモード。1、2とありますね。はい。はい、で、あとはソースダイレクトですね。これは先ほど言ったピュアダイレクトと同じような感じになりますね。はい、イコライザーを、ここに、トレブルとベースありますけど、こういうものをパスするっていうボタンになりますね。で、あとはですね、このイコライザー、しっかりついてます。はい。改善がなされたということですけど、MM と MC とあります。で、ここにですね、電子ディスプレイがありますので、これで、分かるという感じになりますね。はい。いいですね。で、MM シャルと。そうですね。はい、で、あとは、パンというかね、はい、サインのあれもあります。はい。はい、いう感じになりますね。で、あとは、チャンネルセレクトは、右についてますね。はい。はい、オブジュアリーとレコーダーとか、このとか。いう感じで、はいはい、じゃあ今日はこのコンビなんで CD で、はい、聞いてみましょう。わかりました。これね、ボリュームがねすごいんですよね。すごいですね。なんか触ってて嬉しいもんね、はい、めちゃくちゃかっこいいな。かっこいいですね。で、あとはこれボリュームのですね、はい、これ細かいんですけど、はい、このヘアライン仕上げになってるんですよね、はい、ちょっと線が薄がついた、はい、で、ここの削りだけ磨きが違うんですよ。ここが美しい。綺麗ですね。めちゃくちゃかっこいいです。表面仕上げみたいな感じ。そう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 、はい、こういうことやるとお金かかるんですよ。なるほど、なるほどです。こういうとこまでこだわってやっぱりお金かけて作ってるんですね、ですね、はい。なんか結構すごいボリューム感がありますね。ありますね。めちゃくちゃすごく大きい存在感ありますね。存在感ありますね。地味だけど存在感があるみたいな、ね、もう田中さんみたいな。いやいやいや、私お金どうですかね、ペガサスなんで。はい。まあということで、一回ちょっと聞いてみますね。はい、はい、まあこれは本当になんていうんですか、人気のモデルに、はい、間違いなくなるで、なりますね、あろうから、はい、皆さんもですね、はい、電気屋さんとか量販店とかでもね聞けるかもしれないですね。でスピーカーが新作の P&W の705シグネチャーで、はいはい、わかりました。じゃあいきます。はい、There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. She is a special one, she's never seen the sun, she only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming.She's growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and dreamy. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem.はい、ということでございます。
はい、はい、じゃあ、まあ、デノンも、はい、110周年ということで、はい、まあ、今日も行かせていただきます。田中ず愛週刊賞スペシャルキーはい、はい、ちょっと、はい、今日も気合い入れていきます。はい、はい、まず感じたのが、うん、この低域中域の力強さ、はい、あのとてもボックセルフとは思えないぐらいの量感が出ていて、うん、はい、あのパワーが、まあ、5倍とかなんかそういうことも書かれてたんですけど、やっぱりそういうところが非常によく出てるのかなということを感じました。うん、まあ、押し出し感もありますし、うん、で、あとかといって広域の方も、うん、バランスよく出てましたので、あの非常に、うん、なんだろう、レンジ感は広くて、はい、本当デロンのなんだろう、骨太な感じ、極太で骨太でもう、うん、なんだろう、こう馬力のある感じっていうのはやっぱり感じることができましたね。はい、で以前あのモデル30はい、で30シリーズであのマランツのものと、ね、はい、うん、ものと比較、値段帯も近いんですね。そうですね、値段帯も近い、うんうん、何かとこれ比較されがちというか、まあ、D&M ですね、はいはい、と思うんですけど、やっぱそこのやっぱり戦場とは全く別の音かなっていうところは感じて、ね、しました、うん、あちらは、まあ、どちらかというと、まあまあ、そのマランツらしい現代的で、まあ、追記が強くなったっていう話はさせてもらったんですけど、まあ、そういう音かなと、うん、でこちらも本当骨太で、うん、なんだろう、まあ、グルーヴ感だとかノリの良さとかっていうのはものすごいあるのかなっていう感じがしましたね。うん、あの本当、まあ、ベースの音だとか、うん、あとそういうところの、まあ、質感だとか量感っていうのはすごいなっていう風に感じましたね。うんうん、はい、まあ、そうですね、ちょっとやっぱりその2500からの、はい、そのブラッシュアップっていう、はい、ことで聞いてたんですけど、はい、なんかそういう風に思って聞いてしまうと、はいはいはい、もう全く違いますね。違いますよね。だからなんかそういうこと今方が良かったんじゃないかなっていうぐらい、2500とはもう全然レベルは違います。なんか次元が違いますよね。次元が違う、はい、で2500も私も相当聞き込んでるんですけど、あの2500と比べてですね、はい、あのもう本当にあの AL32 プロセッシング の、あれがなんか倍になったとか、はい、そのさっきの資料、はい、わかんなかったですけど、僕は、はい、あの本当に音が滑らかでナチュラルになってますね。まあ、とにかく、まあボーカルのやっぱり今の曲って本当に結構リバーブが深い曲だったりだとか、あとはまあその低域ですね、低域ではウッドベースが流れていてみたいな感じなんですけど、なんかこのカクカクですね。はいはい、カクカクですね。これがね、はい、2500だと。まあ、もちろんデジタルだからね、カクカクはしてるはしてるんです、はい、あのそれ多分 そこまで YouTube では分からないんですけど、はい、あの CD である限り、ネットワークオーディオである限り、やっぱりデジタルなので、究極の滑らかっていうところは理論上は難しいんですけど、まあ、相当ピュアだなということは感じましたね。で、まあ、抜けもいいし、抜けいいですよね、うん、すごいです。なんかちょっとした高級サルーンに乗ってるような感じもしましたよね。うん、だから排気量が大きい高級サルーンみたいな、うん、そういう感じはあったかな。うん、だからなんか安心できるし、うん、あの出音に本当に余裕があるあの感じがしましたよね。うん、安心感、安定感すごいですよね。そうですね。はい、でなんか、はい、まあマランツ、はい、この前のやつ。はいと比べても、はい、なんかマランツのやつはその、まあ、それなりの音のまとまり感というかな、うん、があって、はい、あの本当に素晴らしい、はい、その値段では想像できないぐらい素晴らしいなと思ったんですけど、はい、こいつに関しては、はい、なんだろうな、もうちょいハイエンド感があるわ。なるほど、なるほどです。うん、あの本当に高いスピーカーと組ましてもそれなりに鳴らされるぐらいの分解能を誇っていると、うんうん、
いう気がします、はい、まあ聞き心地云々とかいうところではマランツの方が僕はおすすめですけど、なんかハイエンド感みたいな攻め攻めな感じとかに関してはこいつの方がちょっと上なんじゃないかという感じですね。じゃあもう本当にお好みに応じて選んでいただけるっていうレベルってことですね、うん、だと思いますね。で、あとはまあ、うん、際立ってたのはやっぱ SN の良さ、ね、SN 良かったですね。 SNS 非常にいいですね、はい、そのね、なんかタイトル分けとかいろいろ書いてありましたけど、はい、まあ、電源部分もディスクリートになったりだとか、はい、まあ、そういうところが結実しているのかなという気はしましたね、はい、これ大体いくらぐらいなんですかこれ。分からない、ちょっとリサーチ不足で、はい、大体これがですね、30、うん、いくらみたいな、3万ぐらいだったと思います。まあまあまあ、でもまあ30万前後ってことですね、はい、30万前後です。だったらやっぱり、まあお買い得というか、あ、ありますよね。なんか、はい、まあ、B&W、はい、まあ、今日は、この705で鳴らしたんですけど、はいはい、もうこのセットで、はい、なんか僕が知らないお客さんだとして、はい、いきなり来て、はい、何もオーディオ知りませんって言った時に、はい、じゃあちょっとハイエンドな音聞かせてあげるよとか言って、はい、この音聞かされても、うん、おお、やっぱすごいですねって思わされちゃうような、そうですね、説得力ありますね、セットでしたね、はい、はい、という感じで、はい、ございます、はい、まあ、なんで評価としてはまあ、110周年にふさわしいし、はいはい、ちょっとサービス価格になってる。なってると思います、そこは、うん、はい。ね、はい。50、50とかでも。じゃあ全然、全然いけるもんですね。はい。CT が確か25万前後だったと思います。おお、じゃあ安いと思いますよ、これは。そうですね。なるほど。相変わらずなんかこう、はい、なんかね、アンプとかは重いけど、はい、ね。めちゃくちゃ重かったですね、アンプは。はい。はい。そういう感じですかね。はい、はい、ということで、110周年モデル、はい、CD プレイヤーとアンプの紹介をさせていただきました、はい、よかったらどっかで聞いてみてください。そうですね、ぜひぜひ、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。